パパ誰と撮る？入ってこよう。あー気持ちいい。気持ちいい。何？いることの時間がもうなくなってきてるから。パパたちにそう。パパたちにいるときが。でっかい。
クジラ？イルカイルカ。イルカ。目を見えないですね。こっちより こ, こ, こ。うん。はいじゃあまあ。帽子かぶってた方がいいんじゃない？それではイルカラグーンあるのをご覧いただけますでしょうか。この尾びれの持ち主、そしてこちらの方はこちらご覧ください。物の材質、本当に見分けられるのかどうか確かめてみたいと思います。さあ、まずは私の持っているこの筒、ご注目ください。2本の筒があります。形や大きさは大体同じですよね。でも色が違いますよね。ちょっと叩いてみますので音の違い聞いてください。金色の筒はアルミ缶、金属でできていますね。そしてこちらもう一本の、ごめんなさい、灰色の方は鈍い音がします。こちらは塩ビ缶、プラスチックでできています。さあ、この2本の材質の違いをイルカには目を使わないで見分けてもらいたいと思うのですが、どうやるかというと、なんとこれからイルカに目隠しをしてみたいと思います。